メディアの皆さん、改めましてこんにちは。いつもお世話になりまして、月並みでございますけれども、感謝申し上げております。6月の定例記者会見に、今回は2点取り上げをさせていただきました。1点目は、今室長の方から申し上げましたように、疾病を市民自慢のキャラクターにするために、ゆるキャラグランプリ1位獲得計画というものをお示しをして、皆さんにお伝えしようと取り上げたわけでございます。まず資料をご覧になっていただきますと分かりますように、ステップ1から5までを5段階に分けまして、それぞれ職員がですね、思いを込めた計画を立案しました。これは今日メディアの皆さんに見ていただいてますのは、これを確実に実施しますというよりも、実は当初は記者の皆さんには公表する資料ではございませんでしたけれども、個別具体に指示したわけではありませんが、こういう形で疾病というツールを生かして、市民こぞってですね、ちっちゃな赤ちゃんは無理にしてもですね、家族ぐるみ、地域ぐるみ、幼稚園、保育園ぐるみ、学校ぐるみというような形で、職員が立案をした計画でございますので、これをすべて実行する、しないよりも、まずここまで考えたものをメディアの皆さんに見ていただいて、そしてできる限り、市内全域でですね、市民こぞって、この疾病をツールにして、ある人たちの層に対してはですね、自分が心弱き、支えとするツールでもよろしいでしょうし、一つのですね、磐田市のここに住んでる一つの誇りのシンボルとしてもよろしいでしょうし、そういう意味では、多角的な事業を展開する中で、この疾病というツールを生かして、そのためのシンボルとして、ゆるキャラグランプリ1を目指すんだと、一つの目標を掲げているわけでございます。全部で正規職員だけでも2000人おります所帯ですから、疾病を日本一にすることが主たる目的のような感覚で捉えている職員もいるかもしれません。身近な職員ですらですね、そういう職員がいるかどうか分かりませんけれども、可能としてしょっちゅう市長として懇談しているわけではありませんから、そういう意味では広く17万市民の皆さんにですね、今回取り上げたことで意をできるだけ伝えて、疾病をツールにして磐田市を掘り起こしていくんだと、これが情の通った町を作るための一つの手段として使わせていただく、こんな思いで獲得計画も含めてメディアの皆さんにご覧になっていただきたいと、今回取り上げた1点目でございます。次2点目はですね、お手元にも資料をお配りしておりございますけれども、磐田市の公共施設白書作成をするという形で、施政方針、2月議会の時の施政方針でも述べましたけれども、改めてここで取り上げさせていただきました。これは従前から皆さんにお伝えしています喫緊の課題として、公共施設の見直しを77施設するんだということで思いを述べ、具体的な施策展開に今まさに入らんとしているわけですけれども、もう少し広く見まして、市全体の施設を見渡した中で、実は教育施設もですね、建て替えも含めた計画は磐田市には現時点ではございません。そういう意味でいきますと、すべての施設というわけにはいきませんけれども、ほぼ磐田市に存在する、今後も継続してあるべきであろう施設をですね、今後長期的なビジョンを持って計画立案するために、まず白書を作ろうと、見える化の一端でございますけれども、こんな思いで今回取り上げさせていただきました。考え方に関する基本的なものはお配りした資料でもうご覧になっていただければ分かりますけれども、そんな思いを込めてですね、今回2点について取り上げをさせていただきました。